自分に似てる人に会ったことある？いやでもいっぱい言われるよね。さやねえにね。この間そこにいたよね。いません、それ俺じゃありません。会ったってこんとこんな感じだったってこと？いや、遠目、遠目ってこと。あ、でも全然あれだよ、知らない人でもいい。この人に似てるねとか言われた。テレビは全然ないんだよ。私よくわかんない人によく言われるな。そうなの、なんか YouTuber、 YouTuber とかなんか女優みたいなのとか。どう？名前も聞いてもわかんない。あ、そのレベル。なんでですか？なんでよく言われる。俺はもう本当にあの R指定さんの、あめちゃくちゃ良い。髪型じゃない？髪型とひげ。ひげか。さやねえとかめちゃめちゃいそうなんだけどな。え、そう？いそう。でもさ、もうさやねえとして認識しちゃってるの難しいんだよね。いや、みんなそれぞれ認識してるよ。さやねえに似てるって言われる。さやねえが似てるよねって言われる側の人間にね。まあそうだね、確かに。で、逆に今までで言われて、いや、それは似てないでしょって言われた芸能人。いいでもいいし、悪いでもいい。あ、私が？うん。あんま言われないんだよ。あれだ、吉高ゆりこ。ああ、言われたことある。ああ、うん、それはでもなんかちょっとわかる気がする、まあ、うん、なんか目から離す、確かに今ね、さやねそこ止まって、俺からの角度めっちゃ吉高ゆりこ。うん、写真俺からの角度写真撮ってる。そっちから撮らないと。そうか、止まってる。ちょっともう少し映っていい？お前撮ってんじゃねえ。あ、よしたらいい。うん、で、だからなんかそんな角度があるね。うん、うん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 、めっちゃ似てない、うん、ちょっとわかんない。これ見せていいかな、私。今日ね、吉田弁護さん来てるんですよ。わかります？この横側のこの角度見えますか？うん、めっちゃ似てる。うん、まあでも最後ほら横顔があの綺麗っていうね、うん、定評があるからね。似てる。吉田さんってそういう顔してるんだよ、目とか、うん、いやちょっとなんかそんなそんなに似てなくなかった、うん、ね、寄せに行ってる。あ、これこんな感じでしょ、うん、ちょっとツンって。うん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